おはようございます。おはようございます。斉藤です。シェイシェイシェイ本日なんですけども購入品をご紹介したいと思います。我が家で使ってるあのテントのトレーラーなんですけども、うん、ふもとっぱらデビューも果たし、はい、FF ヒーターも使ってみて、うん、使えたんだけどやっぱりいくつか問題点があり、この間分かったことはですね、CB 缶で運用はできたんだけど、うん、1時間に1本ぐらいなくなると。はい、めちゃくちゃなくなっちゃうみたいな。早急になくなる。早急になくなっちゃう、はい、あと結構うるさい、うん、音が結構するんですよ、うん、だからふもとっぱらで使ってみて結構あのふもとっぱらってしかも平日だったんで、うん、お隣さんまで20メートル30メートル離れてたんで、うん、まだ良かったんですけど、お隣さんがね近かったりするとちょっと厳しいんじゃないかっていうやっぱり話になっていてですね、うん、あの音だとちょっと使うのためらっちゃうかもね、うん、まあ中にいるよりは外の方が音はしないんですけど心配だなっていう部分もあったりするので新たにストーブを買いました。せーいろいろちょっと探してみてこれがいいんじゃないかなっていうのを買ったんだよね、うん、まあストーブあるじゃんっていう話なんですけど、我が家が今使ってるのはパセコのキャンプ25だっけっていうのとあと旧型のアルパカの2つを使ってるんですね、キャンプで、はい、なんですけどこれ両方とも対流式っていう、 こう熱が上に行くようなタイプのストーブなんだよね。だからそれだとこうタオスの中で置ける場所がなくてっていう話だったんですよね、うん、あとはワンコがいるとやっぱちょっと近くにストーブを置くの結構怖いなっていう部分だったりとかその辺を踏まえて今回購入したものがこちらでございます。何だったんだ今これ全部だ間違えた。これです。これです。どうコロナストーブでございます。なんていうんだ、ポータブル電源対応石油ファンヒーター、うん、CP シリーズっていうのかね。 CP シリーズ、うん、まあ、オリーブグリーン木造7畳コンクリート9畳。結構ちっちゃくないですか。なんか想像よりこの子小さいね。ちっちゃいでしょ、うん、めっちゃちっちゃくて、うん、ファンヒーターで探してたら、うん、このねポータブル電源対応っていうのが出ててですね、すごくない、うん、もうなんかまさに欲しかった構造、そうシステム、そうなんですよ。で今まで使ってたアルパカがこれ、あれなんか兄弟ですかぴったり、あれあだかわいいそう、すっごい寒い時使うのがうっとこいしょ、これこれはパセコですね。この人はパセコ、はい、結構でかいよね、パセコは。これはでかい。そう、パセコはあのでかいし、うん、あったかいんだけど、うん、まあ、とにかく燃費が悪くて、はい、いっぱい灯油を使うんですよ。そう、爆発的なパワーであったかいけど、じゃんじゃん灯油を食べていく、はい、結構ね、あの厳冬期はお世話になったんですけど、そうだね、もう最終的にはこれをつければ完璧って感じ、うん、ただタオスだったりとか、あとなんだろうな、こうちょっと狭いところ、うん、とか、まあファンヒータールーフテントで使ってるって人もいたしね、うん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 、と安全に使えるっていう部分と、はい、ファンヒーターなんであったかいっていう噂で買ってみました、うん、はい、はい、まさかそんなポータブル電源でいけるなんてね、すごいよね、うん、すごい。今年はちょっとこのファンヒーターにチャレンジしようと思います、うん、はい、はい、ということで早速開封の儀をお願いいたします。去年のような悪夢が起きないことを願います。去年の悪夢を知りたい方はこちらの動画をご覧くださいこれですね、はい、では開封をお願いします。はい、ちっちゃっ、
ちゃ可愛い色。てるるん。てるるん。可愛い。持ち上げてみよう。うん、よっ。あ、ちっちゃ。軽っ。わ、ちっちゃ。ちっちゃ。めっちゃちっちゃい。え、めっちゃ軽いし。びっくり。こちらです。可愛い。ちっちゃい。こんなちっちゃい。すごい。すごいね。うん、あ、これはいいじゃないですか。いいサイズ。しかも、本当色味もなんかキャンパーさんが好きそうな、うん、くすんだ感じのオリーブグリーンもめっちゃ可愛いです、ね。ちょっとアルパカを並べてみようか。うん。アルパカくんです。なんとびっくりの、アルパカよりちっちゃいんじゃない？うん。まず背は小さい。ね。横も、そうだね。この一番大きいところよりなんか若干小さいって感じ。うん、すげえ。で、ちょっとこうアウトドアカラーになってるんですね。ね、うん、ちょっとマットだよね、色。マット。これ、このタイプのストーブは、うん、灯油が漏れたりする恐れがあるっていう、うんうんうん、ことで、このスポイトで、多分最後のタンクの中を、うん、灯油抜くっていうやつだと思う。あ、余ったらこれで、うん、取るってこと？そう。ちょっとここ見てみようか。ここがタンクで、ここか、うん、ほうほう。でもタンク結構ちゃんとでかいね。うん、意外とある。で、ここが入れ口で、ここの中の余ったやつをさっきのスポイトでこう取るじゃん、こうやって、うん、取って、で、あの、このまんま戻しちゃうと、うん、ここが押されて灯油がまた下に行っちゃうから、うん、これでシャットアウトする、うん、ここでこうシャットアウトして、その上にこれをかぶる。あ、そうすると閉まんなくなる。ん？これフィルター、これで、そっち、あ、これだったら、うん、あれ、でも閉まんない。あ、閉まった。あ、これでいけんのか。これでいけんのかも。ここにも書いてあった。固定タンクキャップ黄色は固定タンク内の灯油を密閉するものではありません。ファンヒーター運搬時は給油タンクと固定タンク内の灯油を抜いてください。これ、こっちも抜くってこと？こっちも抜かなきゃいけないのかな。ちょっとめんどくさいね。運搬したらすぐに固定タンクキャップ黄色を外して、また白に元通りにセットし直してください。これじゃないと給油がされず点火しません。だよね、うん、だから安全上これも沈んだのも抜いて黄色に変えて運搬すればこぼれません。なるほどなるほど。使うときはこれだと下に灯油が行きませんと。そういうことですね、うん、ケースバイケースでそこまでしたくないです。そうね。あ、逆じゃない、これで行けちゃうんだったら、うん、とか考えちゃいました。はい、これが通常です。なるほど、なるほど、うん、じゃあちょっとつけてみる。つけてみたい。電源が必要なんですよね、うん、ここにね、コンセントが、はい、ここにあります。で、ポータブル電源で使えるっていうのはどういうことなのかっていうと、うん、まあ、要は普通のファンヒーターよりも消費電力が少ないみたいですね。うん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 、使うのは使うんだけど、はい、だからポータブル電源でもいけるよっていうことみたいです、うん、ちょっと灯油入れてきます。ドキドキ。入れてきました。ありがとうございます。簡単だった、この、うん、こうひねるやつじゃなくて、うん、これだけパチンと、うん、これで開いてこれで閉まるみたいな。素晴らしい。はい、閉めます。はい、お、音がする。落ちてる、入ってる。それちっちゃいよね、2個。これ安全に使えるよね、多分ね、すごい。
ここに刺します。あ、つきました。もうオンすればいいですか。ただ多分ね、多分まだ何も読んでないけどまあ今こっちの家のストーブもつけてるんで、あそこにでっかいの買ったんでね、あれもね。そう、あれはあのフリマサイトで買いましたけどすごいいいの見つけたよね、タロちゃん。あれもね、家はファンヒーターにしたんだよね。あの20何畳用のやつを。これはやばい、買いました。めっちゃ一瞬だったかい。今こっちが141使ってます。うん、多分着火まではちょっと電力を使うっぽいんでね。なるほど、うん、ついちゃえばすごい省エネになるみたいだけど、うん、お知らせサインは余熱の段階により徐々に点滅の速度が速くなります。確かに速くなってきたかな。余熱が完了すると自動で点火します。お、運転ランプとお知らせサインが点灯に変わり運転を開始します。点火操作から着火までは約5分から7分。え、そんなかかるんだね。余熱時間がかかります。そうなんですね。寒い時の点火は水蒸気が白く見えますが、通常より多めの白煙が出ます。異常ではありません。はい、なんかね、この山のマークがね、放置切り替えっていうのがあって、標高 500m 以上のところに行ったらこれを押してくれって、うん、なんかすでにうちの状態で 200m あるんですよそう、ここにね、ちゃんと書いてあって、松本市とか富士吉田、高山市、日光など、うん、こういうところに行ったら放置しようということで、うん、酸素不足になり赤い火になってしまう場合があるので放置切り替えを行ってください。標高 2000m を超える場所は一酸化炭素中毒の原因になりますので使用しないでください。なるほど、2000のところに行くことはないですか。そうだね。あ、でもだいぶチカチカしてきたよ。うん、さっきより全然早い。そんぐらいですかね。あ、来た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 。あ、着いた。あ、着いたね。本当に着いた。すごい、結局150ぐらいだった、ずっと。本当だ。あ、しかもなんかどんどんバッテリーが。あ、そうそう、ちょっと元々すごい少なかったんで25ぐらいでしたね。これで落ち着いてくれたらいいんですけど。うわ、あったか。あ、うわー、あっつ。すごいじゃん、ちゃんとファンヒーターで。赤い火、赤青の火みたいな感じで。うん、なんかついてますよ。青い炎は正常燃焼です、うん、炎が飛んだり浮いたり、音や匂いが出てるときはリフト燃焼で良くない。あ、消費電力ほら、めっちゃ下がって 15W とかになった。わあ、いいね。で、このモードとかって何？これは時計合わせだって。でもこれってさ、うん、電源外したらまたずれちゃうよね、時計ね。そうだよね、うん、秒速転換もできるらしいですよ、この7SEC みたいなのを押すと、うん、点火時間を短縮させる機能です。へえー、でこれがタイマーの設定とかで、これが秒速点火で、これは設定温度だ。設定温度ですね、これ。だから設定温度が20度とかになってたら、膜内が20度とかになったらさ、省エネモードになるってことよね、うん、多分。素晴らしい。その辺の調整が対流式だとできなかったから、うん、ありがたいですね。うん、あとこのコンティニュー、うん、延長セレクトキー、あー、なるほど、を点火する前にこれを押すと、うん、こういう風に3時間、2時間、1時間、うん、運転残り時間が次のように選べます。このライトは何か意味あるんですかね。このライトはお知らせサインです、はい、余熱時は点滅、うん、通常時は点灯、うん、タイマー運転時も点灯、自動消火15分前は遅い点滅、うん、10分前
遅い点滅、うん、3分前早い点滅、消火したら消える。赤いサインが給油してくださいの時とかだ。これ実は、うん、ただカバーがないのよ。ああそうだ、うん、でも売ってたんだよね。売ってた。でも1万円した。1万円だからちょっとやめたんですよ。でもこの感じだとあった方がいいよね。あ、すごい、もうここも全部触れるじゃん。あ、全然ワンコと子供にも、まあ、ここだけ気をつければ、まあ、ここ、まあ熱いって言っても、うん、って感じですよ。触らなければ、触ったらそりゃ熱いけど、まあでも大変なことにはならないと思う。アルパカとか石油ストーブに比べたら全然ここに冷たいもん。全然大丈夫。横も全然ちょっとぬるいかなぐらいで、後ろはこうフィルターと水平器がついてて、でこの黒いやつがエアフィルター燃焼空気取り入れ口、うん、温風空気取り入れ口。燃焼出力は 2.5kg なんですよね、うん、タンク容量は 3.6 リットル。強さとしてはアルパカと変わんないぐらいなのかなっていう、うん、おお、そうなんだ、うん、でもこうファンヒーターで風を送れる分、うん、あとこう 下に向かって出てくるじゃん。はい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 。だから体感はあったかいんじゃないかなっていう。顔とかよりは上に上がりすぎて、立った時いつも石油ストーブって熱いじゃん。でもやっぱ足元が寒いと寒いから、うん、ちょうどいい気がするよ ね。あとはじゃあちょっと今度キャンプで使ってみて、ね、そう、なんかこんな説明書も入ってて、テントで使う時にこれを気をつけてくださいねみたいな、はい、うん、この対流式だと全部に対して1メートル以上離してくださいって書いてあるじゃん、うん、でもこのファンヒーターは側面、うん、背面15センチでいいんですよ。そうだから、やっぱ三角のだったりこうテントが斜めになってるといつも置き場にね結構困って、結局ど真ん中に置いたりとかするから、15センチでだとこんぐらい開ければいいってことだから、うん、なんて居住空間を大切にしてくれるストーブなんでしょうか。いや楽しみですね。楽しみです、うん、ちょっとこれ消しますか。あ、もう増えてきた。すごい、あの消費電力もずっと20いかないですね、15とかだったから、もう消えた。この最後こうクロロロってなって、うん、しばらくしたら完全にプッて消えるらしいです。なるほど、うん、こんなに機能がすごいってことは結構お値段するんじゃないですかって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど2万5000円ぐらいで買いました。まあでも、まあ、そこそこしますね。うん、でも対流式のやつも結構するからね。結構する。パセコも、パセコも4万円台だったと思うんで、うん、ちょっと安全な方に行ってみたんですよ、ね、うん、確かに風弾もいいなってなってたじゃん、うん、でもやっぱその冬だと CB 感がなかなかつかないしとか、いろんな問題をとりあえずこの子は一旦解決してくれる感じがします、うん。ただやっぱカバーケース買おうかな。でも持ち運びねできないと困るしさ。そうだね、やっぱちょっと不便だと思うんだよね。傷ついたりとか。嫌だよね、うん、あとやっぱその漏れもまだ分かんないじゃん、どのぐらいちゃんと大丈夫か、灯油のそれを考えた時に。確かに、まあ、空にしちゃえばねいいっちゃいいんだけど、いや合うやつ探せばいいかなって思ったんだけど、やっぱりクッション性とかももしかしたらあるかもしれないし、ね、あると思う。傷保護みたいなね。ちょっとそれは考えます。はい、はい、ということで、はい、めちゃくちゃいいんじゃないかなと、うん、今のところ は思います。はい、はい、まあ、ちょっとその灯油を抜いたりとかする作業が若干めんどくさいっていうのはあるんですけど、対流型のねパセコとかアルパカさんはタンクが一体型なんで漏れないっていう売りがあったりするんですけど、そこは一長一短だと思うんで、これを今度持って行って実際使ってみようかなと思います。はい、はい、音もめっちゃ静かだったね。うん、静かだった。全然気にならなかったね。あ、全然撮影してて気にならなかったから。そうだよね、うん、そこに触れ忘れるぐらいの、うん、問題ないと思うんですよ、まあ、これだったらね、あのトレーラーのタオスの中でも使えるかなと思いますので、はい、
あとは、まあ、シェビーとかだったら、うん、車内でも使えるんじゃないかなと思うんだよね。確かに、うん、書いてあった幅、はい、その、はい、開けてほしい幅をクリアできそうじゃない、うん、上と前にそう 1m 開けるっていうのができそうです。できそうです、ね、はい、横は 15cm でいいわけだから後ろと、うん、なんか それはそういう使い方もできちゃうなっていう、そうだね、うん、感じなんで、わこれでちょっと安心してダウンを取れそうな気がする、うん、そうだね、うん、我が家の新しいストーブはポータブル電源対応の石油ストーブを購入しましたので、はい、見てる方の参考になったら幸いです。こちらはアマゾンとかですか？これは楽天で買いました。あ、そうなんだ、はい、他にもですねキャンプの動画出しておりますので、今年も冬キャンプにこれから突入しますので、ぜひぜひチャンネル登録の方もしといていただけたら嬉しいなと思います。よろしくどうぞ、はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう、はい、さようなり。さようなり。斉藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、これアルパカのケースなんですけど、うん、コロナぴったり入りましたよくない？ぴったり入った。なんか若干四角いのがあるのは否めない、まあ、でも別に全然全然無理はない感じ。無理はないですね、うん、ちょっと四角さは出てるけど、ぴったり入りました。え、最高じゃん。いけた。